悪いよね、嫌いなの。どういうことなのあれ、ちゃんと説明して。恋は出会い頭の事故である。それは突然訪れ、しかも多かれ少なかれ、心に傷を残す西洋のことわざ。何あれ、大丈夫？あ、コトコ。あ、私の初めてのキスは血の味がした。新入生だけは1年 A 組入江直樹。私たちは今日このセントトナン学園に入学し、共に学ぶことになりました。先生方のご指導のもと、互いに切磋琢磨し、合格し向上心を培い、人生の終焉となるこの貴重な3年間。私は初めて入江君に会ったその日から運命を信じることにしました。あの運命的な出会い以来、入江君への思いは私の胸の中で日々大きく膨らむばかりで、あの衝撃的な激突キスの時に折れた歯を差し歯に変えたんですが、入江君を見るたびにその差し歯も切なく薄くのでした。セントトナン学園始まって以来の IQ200 を持つという超天才の入江君は、勉強も当然いつも一番で、おまけにスポーツも万能で、女生徒たちに憧れるもと。そんな入江君は頭も良くない、これといった取り柄もない私なんかには到底手が届かない人かもしれない。だけどこのラブレターに書き続けた2年間の積もりに積もった入江君への私の気持ちだけはどうしても伝えたい。私はとうとう決意しました。高校3年の私の18回目の誕生日に、2年分の片思い、どうか受け止めてください。あの、私 F 組の入江の相原琴子です。3年 A 組出席番号3番入江直樹君ですね。何お前、これ読んでください。いらない。ちょっと待って。俺頭の悪いような嫌いなんだ。お気の毒ね。おう、どうしたこの子、もう固まっとんだよ。見事にコッパだったね。失恋記念の写真になっちゃったか。お前どういうこっちゃそれ。コトコ、おいコトコ、まだおいコトコ、バイバイ。コトコ帰ろうよ。コトコ重傷だよ。コトコ忘れろよ。頭の悪い女は嫌いだなんて言われたんだよ。だって頭が悪いの当たってるもん。まだかばんね、あの男。コトコってばマゾラブ。入江君に限ってはそうかもしんない。だって2年間も思い続けてきたんだもん。頭の悪い女は嫌いだなんてくれちゃ諦めきれないよ。もういい加減目覚ませよ。所詮 F 組のあんたの手の届く相手じゃないんだから。そうそう、あいつは A 組の中でも学年トップの超天才。悔しいけど、コトコには似合わない。上手の好きな人知ってる？興味ない。もう直樹ったら、あれがお似合いのカップルってやつ。ああ、最悪のバースデー。
本当に私不幸の塊。お前には苦労ばっかりかけて本当にすまない。やだ、お父ちゃんのせいじゃないよ。なあ琴子、お父ちゃんな、もう一度頑張って家新築するからな。それまですまないが、この2階で我慢してくれるか。そんなの当たり前よ。私はどこに住もうが平気だから心配しないで。あ、すいません、今日は島にしたもんで。しげさん、よかった無事で。待って。ああ、もう探したのよ。はい、はい。よかったしげさん。お父ちゃん、ありがとう。こういう時はこの金之助に任せればええな。琴子、大丈夫？大丈夫？何でもいいなね。私たちはみんなで応援するから。よせよ、早募金活動せんか。そうだ、はいはい。ねえ、あの子、ノイレクに振られた子じゃない？なに、家まで燃えちゃったわけ？悲惨。いるんだよ、不幸絵に描いたようなやつがさ。おいで。うわぁ、かわいそう。このかわいそうな相原琴子に愛の手をよろしくお願いし。お前か、キノコとか振ったんは。知らない。知らんで、男はな、お前にはもったいないほどええ女やねんぞ。分かってんのか。そうだよ、分かってんのか。分かんない。自分涙もない人間、あいつ。災難続きね、気の毒に。結構ですそ。そうね、あなたに関わってると不幸が伝染しそうだものね。何言うとんねん。そんな不幸ぐらいな、俺が引き受けたる。俺に言って、俺に。すっごい。しげさん、待ってたのよ。いらっしゃい。琴子ちゃん、どうぞどうぞ。待って、やっぱりまずいよ。何言うてんの。おい、琴子、帰ろう。さあどうぞ。ご挨拶よ。おばさん、しばらくお世話になります。しばらくだなんて言わないで、ずっといてくれていいのよ。いやいや、そういうこと。あ、こんにちは。こんにちは。ほら、ゆうき、ご挨拶は。あ、ね、座って座って。うん、失礼して。ちょっと質問があるんですけど。あ、宿題いいわよ、何でも聞いて。これなんて思うんでしょう。
牛のほら、あ、これはそう、そういう、うん、な、ほら、そういう牛がいるじゃん。鍋牛、これはね、鍋牛かな。これはね、カタツムリって読むの。高校生のくせにこんな字も読めないのか。これね、いいんだよ、まっちゃん、こいつ本当に勉強できないから。ほら、だけど気立てはいいやつなんだ、それだけは自信。分かってるって、琴子ちゃんすっごくいい子よ。しげさん男で一つでよくここまで育ったわね。まっちゃん、分かってくれるか。うん、私としげさんの仲じゃない。ただいま。あ、お兄ちゃん。上の子なの。ご挨拶。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ほら、火事にあった相原さん。ボーボー燃えちゃいまして、お世話になります。うそ。あら、琴子ちゃん、挨拶をしろ。琴子ちゃん、琴子、琴子。本当だ。私帰ります。どこへ？ないんだろ、家。おかえり。やだ、なんだ。しげちゃん、ゆりちゃん、あいちゃん、ありがとう。琴子ちゃん、琴子ちゃんとお兄ちゃんが同じ学校だなんてね、運命感じるわ、ね、私たちの若い頃みたいじゃない、お父ちゃんたちな、高校生の時はどこ行く時でもその3人一緒でな、なんちゅうんだから、明日に向かって打てみたいなさ。そうだから男2人と女1人の友情っちゅうかな。あ、ドリカムね。え、なんだそれ。ドリカムよね。おい、なんだ失礼だろ、お前。ゆりちゃん、今になってこんなに世話になるとは本当にありがたいと思ってるんだよ。ゆずくさいよ、しげちゃん。俺としげちゃんの仲じゃない。ゆりちゃん、しげちゃん、そうよ、そうよ、しげさんとことこちゃんさえよかったらずっとこの家にいてちょうだい。いや、そういうわけには。男の子なんて大きくなったら早やとる。ちょっといてくれないんです。間違って。ここがね、ことこちゃんのお部屋よ。さ、どうぞ。どう、気に入った？私ね、ずっと憧れだったのよ、こうやって娘の部屋飾るの。お洋服もね、ことこちゃんにね、こんなの似合うんじゃないかなと思って。ほら、どう？あ、やっぱり似合う、いい感じ。うるさい。ごめんなさい、それ私の荷物。こういう時はありがとうって言うんじゃない、普通。ありがとう。なんなのよ、二人とも。ゆうき、お姉ちゃんができたと思ったら嬉しいでしょ。やめてよ、ママ。僕は自分の部屋がなくなっただけでもショックなんだから。この部屋はゆうきの部屋だったんだよ。そうだよ、今じゃお兄ちゃんと一緒の部屋だからすごく不便してる。ゆうき、荷物ここ置いとくからな。お兄ちゃん、もう朝、私やっぱり。やった、ことこちゃんはね、気にしなくていいな。さ、ね、でも…ことこちゃんね、知らないでしょうけどね、私ね、ことこちゃんのこと抱いたことあるのよ、ことこちゃんが赤ちゃんの頃。そうなんですか。私ね、ずっと女の子が欲しくて、ことこちゃんのお母さんが羨ましかった。ことこちゃんのお母さんが亡くなって、しげさんたら黙って引っ越しちゃって、もうどうしてんのかなって気にしてたのよ。そしたらこんなにすくすく育ってね。おばさんのことお母さんと思って、まあまあって呼んでもいいのよね。ね、ここは自分の家だと思って何にも遠慮しなくていいから ね。はい。
一緒に住むことになるなんて。でも何度くらしてください。いくら家くんだってドア開いてた。これあ、それはなぜよ。ごめんなさい。これだけは言っておくぞ。お前たちがしばらくこの家にいるのは仕方ない。親父も袋もあんなに盛り上がってるし。けどな、俺とお前には全然関係のないことだし、はっきり言って迷惑なんだ。そんなに、そんなに私のこと嫌いなの？私も入江君のこと嫌いになれれば楽なのに。嫌いにさせてよ。バカ。行ってきます。分かってるとは思うけど、一緒に住んでるなんて学校で絶対に誰にも言うなよ。分かってます。声かけるのもやめてくれ。かけませんよって絶対。それから俺の半径2メートル以内には近づくな。分かった、分かりました。1メートル、2メートル、これぐらい離れてればいいんでしょ。離れたわよ。さあどうぞ行ってください。2メートルでしょ。1メートル、2メートル、そしてこれは口。うりゃお前本当バカだな。そんなに急いでんの。遊び行かない一緒に。いいです、学校ありますから。そんなのサボりゃいいじゃん。話してください。入江君、入江君、入江君。おいちょっと待って。いや俺飲んない。何か用か。おい行けよ。おい何やことば。何よお前ら。何だかちょっと入江君、見てたんでしょさっきの。声かけるなって言ったろ。人が困ってる時ぐらい助けてくれたらどうなの。それでも男困ってたのか。お前のレベルにぴったりみたいな。何よ、成績芸人がそんなに偉いの。そんなに立派なことなの。そりゃ私は F 組よ、成績良くないわよ。だけどそれが何だっていうのよ。たかだか試験の結果じゃないの。私だってちょっと本気出したらあんたなんかすぐ追いつけるんだから。すぐっていつ。そのうちよ。とにかく今度の中間テストで100番以内に入ってやるから。100番に入ってあんたと同じ掲示板に乗ってみせる。勝手にどうぞ。やるわよ、やってみせるわよ。ちょ
Kotoko、あんた気は確かなの？100万以内なんか入れこないじゃないよ。今まで F 組で100万以内に入れたのが一人もいないんだよ。私が歴史を塗り替えてやる。私も楽しみにしてるわ。宝くじで1億円当てる以上の確率だと思うけど。それ以上じゃないか。聞いてなさいよ、絶対に猫に返してやる。あやら、あやら、お前よく決心したな。人間なんでもチャレンジが大事だ。打倒入り頑張れ。はい、しっかり待って。よっしゃ。おお、どうぞ。あやら、お前どうぞ。心配あらへんで、全部やっつけたった。おお、ちょっとみんな。なんでこんなことに。いつまでいるんだろう、あいつ。そのうち出ていくだろう。なんかあいつ疫病神みたいだな。疫病神か、そうかもな。ダメ、ダメ、ダメ、わかんない。ああ、私本当にバカなのかもしれない。頑張ってるわね。はい、お夜食。あ、すみません、ありがとうございます。お夜食なんて作るの初めてだから、なんだかワクワクしちゃった。初めて。じゃあ入江くんには。ああ、お兄ちゃんは勉強しないの。え、入江くんって勉強しないんですか。そうなのよ、我が子ながら可愛くないわよ。なんでもできちゃって。たまには親にドキドキハラハラさせてくれてもいいのにね。入江くんって本当に天才なんだ。えらいこと言っちゃった。ん、どうかした。え、なんでも。あ、ね、お勉強わからないところがあるんだったらお兄ちゃんに聞いたらね。今呼んでくるわ。あ、いいんです、いいんです、自分でやりますから、自分で。おはようございます。おはよう。行きます。あら、お兄ちゃん、コトコちゃん待っててあげなさいよ。今日はちょっと用がある。間違ってるぞ、それ。それこれみたいよ。やっぱダメか。ごめんね、ことこちゃん、私のせいで嫌な思いさせて。あ、やだ、おばさんのせいなんかじゃ。うん、うん、お兄ちゃんの女嫌いはね、私のせいなの。え、うっそ、これ入江か。そうなの、かわいいでしょ。でもどうしてこんな。私ね、女の子が欲しかったんだけど、生まれたのは男の子でしょ。それでがっかりしたんだけど、ほら、女の子の洋服着させたらそこらにいる女の子がずっと似合うじゃない。それでついね。そうなの、それで女嫌いになっちゃったみたいよ。だからね、私のせいなの。でもね、可愛かったのよ。私、おばさんにお願いしたいことがあるんですけど。あら、何？何でも言ってちょうだい。実はですね。相原さん。何？相原さん。ちょっとどうしたのよ。まさか気が変わって付き合ってもいいとか言い出すんじゃないでしょうね。ことこ、おい、今更ことこに惚れた言うたかって遅いねんぞ。相原さん、ちょっとカバン持って。お、こら、行くな、ことこ。お、ことこ。お袋のやつ間違えたみたいなんだよ。本当だ、ありがとう。何渡してんだか全然わかんねえ。愛のプレゼント。あ、もうやろ。はい。紛らわしい、お前なんかと同じ学校で。
違えちゃったりしたら困るもんね。時々スカートが恋しくなったりしてね。何言ってんだお前。じゃん。何でお前持ってんだよ。どっから引っ張り出してきたんだそんなもん。おばさまにいただいたの。入江くんってかわいい。おふくろのやつ何考えてんだよ。返せよ。いやよ。は？天才にも弱みってあるのね。お前脅迫する気か。返せよ。あの野郎。条件があるの。何？中間テストまでの1週間私に勉強教えて。俺が？お前の？そう、私を100倍内にしてくれたら感想。断る。そんなの無理に決まってんだろ。じゃあこれをコピーして学校中。分かった、分かったからやめろ。本当？ああ、今日から1週間だけ教えてやるよ。やったー。だけど100倍以内の保証はしないぞ。勉強するのはお前なんだからな。分かってます。やったー、やったー、やったー。あんた野郎、なんだって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 。つけてほしいって。なんでもないの。あ、そう、勉強勉強。どこ。まっちゃ ん、 ん、料理のセンスあるよ。うまい、これ。ほんと？嬉しい、プロの板さんに褒められるなんて。まっちゃんだし、温かい味がする。うん、やった、しげさんったら。ほんとだって。あ、ね、そうだ、琴子ちゃん、今夜の夜食何？適度なカフェインを含んだ消化がいいもの。うん、お兄ちゃんに聞いてないでしょ。2人分、彼女の部屋に持ってきて。え、なに？お兄ちゃんも勉強するの？ああ。すごい、お兄ちゃんが勉強するなんて初めてなのよ。さすが琴子ちゃんね。僕もお兄ちゃんと一緒に勉強する。お前はいい、行くぞ。はい、ごちそうさまでした。頑張れ、頑張れ。直樹君、よろしくお願いします。頑張って。それで何からやる？苦手な科目は？え、何緊張してんだよ。まあいいや、とりあえず数学からな。まずはこれでもやってみろ。これができれば80点は堅いな。どうして、ね、どうして点数が勝っちゃうの？ A 組だからな。あ、そうですか。ほら、やってみる。はい。時間だぞ。まだかよ。途中でいいから。あ、待って、なんだよこれ、全然違うじゃねえか。どうやったらこんな間違いできんだよ。公式はどうして？公式は。公式って？お前授業中何聞いてんの？だってお前の頭の中一度割って見てみたいよ。お前はいい、そこ置いといて。はい。しげさん、しげさん、全然違う。昔の私たちみたい。なんでそういう系統ができるの？説明しようよ。どこが？バカだなお前。だけど、こんなやつ大丈夫かな？あいつ本当に勉強は。大丈夫よ。愛の無知ってやつよ。次やってみよう。ね、うちっては、俺昔よくまっちゃんに怒鳴られたな。そうだ、何してんの？しっ、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 愛のムチよ、あれが。いいじゃん、ムチって言えばさ、ほら、そう、学生さんよりさ、ムチだ、ハメってさ。うるさいんだけど、邪魔しないでいただけますか？すまん、ごめんなさい。ソーリー。
むちゃ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 。一晩中かかってたった二問かよ。ごめんなさい。宿題だ。夜までにやっとけ。じゃあいい。あ、やります。やりますってば。ゲはこっちだよ。A boy ran after him and called. できた。できたよ、リエ君。ごめんね。寝不足になるよね。ずっと勉強見てくれて。ありがとう。シャッターチャンス。やだ、遅くなっちゃった。お礼言おうと思ってたのに。ねえ、ことこちゃん、ことこちゃん、ことこちゃん。いよいよね。頑張ってね。これ、お守り。ありがとうございます。あ、ねえねえ、終わるまで開けちゃダメよ。聞かなくなるから。頑張れよ。Thank you.
さん、結構できちゃって。結果が楽しみね。どうせ無理でしょうけど。寝てるよ。誰かのおかげでずっと睡眠不足だったから。あ、そう。入江くん大丈夫だったのかな。もしも今度のテストで入江くんが一番じゃなかったら。入江くんがちゃんと一番でありますように。なんて見に行かない方がいいって。100番に入ってなかったらまたあの女に闇言われるんだから。ちょっと聞いてんの、ほどこ。おい、リエ、珍しいな、お前発表見に行くなんて。どうせまたお前1番だって。ちょっと、こっちは1番の方じゃない。そんなの見たって仕方ないでしょ、ほどこ。ねえ、よかった。あ、どうした？こっち100番のだぜ。ああ、そうか、例のね。なんだよ、やっぱダメじゃん。バカ。なんか言ったか？いや、おめでとう。さすがね、満点で1位。満点？おお、すごいな、入江。残念ね。当然といえば当然でしょうけど。じゃあやっぱり。ことこ仕方ないよ。もともと無理だったんだしさ。私先行くよ。あの入江くん、私ごめんなさい。せっかく教えてもらったのに100番入れなくて。効き目なかったね。どういうことですか。うちの相原は100番と同じ点数なのになぜ掲示されないんです。いや、まあそう言われても君は F 組だしさ。教頭先生、カンニングの可能性もあります。なんたってF 組ですから。カンニングでいい点取るような要領のいい生徒は F 組にはいません。あ、それ言えてるかもしれない。後藤先生。先生、これ実験室の鍵です。 ありがとう。子供、心配あらへんで、やることやったんやから。おはよう。みんなもよく聞いてくれ。あやら、お前は同点で100番だった。嘘だ。いや、本当なんだ。掲示板に乗らなかっただけなんだ。すごい、ことこ。やった。よくやった、あやら。お前は F 組の輝ける星だ。乗りたかったな、掲示板。そや、なんでことこ長く乗らへんねん。なんだおかしいよ、なんかそうだよ、そうだよ。まあ、それだったら寝たかったな。大事なのは努力なんだ。入江君と一緒の可能。
前先生に聞いたか。うん。それ以上近づくな。ありがとう入江くん。入江くんのおかげで。返せよ。例のやつ。ああれね。さあバカだけど根性はあるな。わけじゃないでしょうね。恋は盲目、アバタもイクボ。でも僕はこんなことわざを信じない。薬病神は薬病神なんだ。このままじゃお兄ちゃんの人生は破滅してしまう。嫌な予感がする。走り方までバカ。